きチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、2023年シーズン総括、そして来季への展望というところで、今日は中日ドラゴンズ、はい、はい、まあ、今年もね、いろんな問題が起きましたけども、はい、まあ、結果は最下位というところで、うん、まあ、今年1年の、まあ、でもね、今年1年のね、まず即座の反省はね、はい、簡単なのよ、はい、アキーノ、カリステ、アールモンテ、ビシェード、この4人の外国人選手のアギエ大不発、はい、誰もね、活躍しなかったですね。いや、ドラゴンズファンの皆さんは、はい、あの侍ジャパンに唯一黒星をつけた中日、うん、あのアキーノが、はい、バンテリンドームでレフトスタンドにホームラン打って、うん、湧いたあの瞬間、ほら、アキーノって思ったんですよ。今年はちょっといけるかもっていうね。そしたら全然、はい、全然アルモンテ、いたみたいな、はい、でカリステは終盤ね、はい、ちょっと出てきたっていうところもあるけども、はい、いや、これはきついね、うん、まあそうですね。で、4人も10敗やろ、はい、小笠原、うん、高橋宏斗、柳、うん、そして涌井、うん、全員10敗以上してる、ね、僕率2点台、ね、ありえないですよね。それはもう保留するで、はい、契約も。いや、そりゃそうですよ。だって自分も抑えてるんだもん、うん、と思う。俺らのせいちゃうやんな、うん、っていう中でよ、はい、ね、まあ、チームで言うと、ね、チーム打率2割3分4厘、うん、ね、はい、セリーグワースト、うん、打点370、セリーグワースト。しかもよ、5位が広島なんだよ、はい、中日370点じゃん、うん、5位の広島476点だから、5位と6位で100点違うんで、はい、100点ってえぐいよ、うん、ほぼもう1試合に1点違いますからね。1位の阪神と160点違うんだ。160点でもう1点以上違うからね、うん、1試合でホームラン71本、これ最下位、はい、でもよ、阪神も84本やから そんな変わらへんねん。本当だ。だからそのバンテリンだから、うん、ホームランが出ないから負けてるのは、うん、結構言い訳やな、はい、だって阪神も84本だから、まあ、13本、この13本を多いと捉えるのか、この差を、うん、少ないと捉えるのかは、まあそれ人それぞれだけど、はい、そんな変わんないん、うん、そうですね、正直ね。じゃあどうすんねやっちって俺はいつも言ってる、うん、バンテリン広いんやからツーベースを多くして、うんうん、そして勝っていこうと、はい、中日5位です、うん、186個、ツーベースも少ない、はい、球場広いの、うん、で1位の DeNA と44個差がある。へえ。 DeNA なんてね、横浜スタジアム狭いのに、はい、まあ、狭いから偏食になるっていうのもあるけども、うん、まあ、ツーベースを増やしていってるっていうね、うんうん、阪神が179個で5位だと、はい、思わへん。そうなんだ。優勝ツーベース少ないじゃん、はい、なんか多そうなイメージあるのにな。でも阪神はスリーベースが34個と1位なの。ダントツ。それは大きい。だからツー、はい、ベースが少ないんじゃない、はい、サードまで行っちゃうから少なくなっちゃってるだけ。そういうことか、うんうん、ここマジックがあるんだよ、はい、でも中日は、うん、あの19個で、まあ、2位なんだけど、うん、でも18、18が3位にいるから、うん、まあ、ほぼほぼ平均、はい、真ん中ぐらい、うん、広いっていうところで、出塁率が2割8分5厘と唯一の2割台やね、出塁率。打てないし、フォアボールも選べてないんだよ、はい、だからそこもちゃんとやんなきゃいけないよ ね、 うね、うん、OPS も610もダントツ最下位、うん、得点圏打率2割2分9厘、うん、ダントツ最下位、はい、フォアボール324、ダントツ最下位、だって5位が広島の374だから、はい、50個違うんだよ、5位とだよ。そんな選べてないってことですか、うんうん、5位と50個違うんだよ、はい、で1位の阪神が529個だから、うん、1位の阪神と200個違うんだよ。200個、多すぎるやろ。だから200人ランナーを阪神は多く出てるし、うん、5位の広島でさえ中日より50人多く試合塁出てんだよ、うん、そりゃそうですね、きついよね、うん、そりゃヒットが200個違うのと同じぐらい。そうそうそう、打点も100個減るよね、うん、はい、でそうなってきた時に得点も390で、うん、ダントツ最下位だろ、うん、400点台ですら広島が493で5位なの、うん、400点台広島しかいないの、うん、はい、あと全部500点オーバーなの、うん、で中日390点なの、うん、広島と100点違うんだよ、うん、阪神と140点145点違うの、うん、1試合平均1点違うんだ。これだと、まあ、今まだ投手成績見てないじゃないですか、うん、投手成績がどうであれ
勝てない。勝てない。それはもう勝てさすがに、ね、フォアボールも選べてないから。はい。で盗塁、はい、ね、うん、成功率5割9分、うん、で盗塁数も36個、うん、阪神が倍、うん、だからもう成功率も低いし、で盗塁数も少ない、で犠打の数も92と一番少ないのよ、うん、で犠打成功率も8割1分4厘と5位なの、うん、塁に出る回数も少ないけど盗塁も失敗が多いってことですよね、うん、塁にも出れないけし盗塁も失敗が多いし、うん、バントはしないし、うん、しても成功率が低い、うん、で犠牲フライも22個と5位と、うん、だから3塁いて犠飛もあんまり打てない、うん、で代打成功率が1割7分3厘で、セリーグ最下位、うん、だから代打で出ていく選手も打てない、うん、でエラーが78個と、セリーグ4位、うん、きついな今言った中でいいところがないですもんね。打撃成績は、うん、いいところをちょっと探す方が難しい、うん、じゃあピッチャー行く。はい、ピッチャーあるかもしれない。ピッチャーでもちょっと今あれですよ、うん、今もうだって中日ファンの人が止めようかどうか迷ってると思う、うん、いやでもまだ投手成績があるから。そうそう、投手成績がある、はい、投手成績、防御率、うん、3.08、これはセリーグ2位、うん、先発防御率 3.12、 こちらもセリーグ2位、おで救援防御率 3.02、 こちらも2位、おだから要は中日の投手成績は阪神に次いで2位なので、阪神が全部1位だから、ね、うん、だからめちゃくちゃ頑張ってるのよ。いいですね、うん、で、基本塁打76、これも一番少ない。だ要はバンテリンドームでホームランは打てないかもしれないけど、うん、ホームランも打たれてない。そうですね、これがもし狭くなったら、うん、ホームラン打てるかもしれないけど打たれる数も増えるから、うん、こうなった時に打たれる数の方が増えちゃうと、はい、負けちゃうからね、うん、なんかメリットデメリットでウィンウィンな感じがしますね。そうそうそうなのよ、うんうん、その代わり、はい、フォアボール四死球428、うん、ダントツ1位です。あ、そんな多いんだ。400個以上ドラゴンズだけ、うん、で阪神が299個で1位なのね、うん、だから阪神と130個違うの、うん、フォアボールの数は、うん、1試合1個多いんだよ、はい、だからランナーは出してないけど、うん、ランナーだからこれももう分かるのよ気持ち。いや私もねこれなんかすごい分かりますもうあの点取ってくれないから先制点絶対やっちゃダメ、うん、もう絶対0点で抑えなきゃ、うん、ホームラン甘くいったら際どいとこ際どいとこ際どいとこ投げてフォアボール、はい、これね、うん、もうこれはもう完全にね、これはピッチャーが悪いっていうよりも打線が操作してると思う、うん、で自責点も441はセリーグで2位だし、うん、被打率2割3分1厘もセリーグで2位、でクオリティスタート 55.24% も、うん、セリーグ2位、うん、援護率、はい、2.69、うん、ワースト1です、うん、唯一の 2位台、2点台唯一の、うん、そのだってその上が 3.25 だから広島、うん、9.4、 0.94 違うからほぼ1点違うからね、はい、ちょっときついよね。でもよ、うん、援護悪いよ思うやん、うん、チーム全体で見ると、はい、これが単発で見るとよ、はい、岡林、いや、そう、あ、それね、はい、2割7分クリーン、うん、163安打、うん、すごい打ってます、うん、大島、はい、2割8分クリーン、うん、136安打、うん、1、2番、はい、躍動してます。いや、めちゃくちゃいい1、2番ですよ。で、細川、はい、育成ドラフトできて、はい、2割5分3厘、131安打、ホームラン24本、うん、右で20本以上打ったら久しぶりだからね、はい、ドラゴンズ、うん、78打点、うん、今年覚醒ですよね、はい、打ってんのよ、うん、宇佐美、はい、途中から来て、うん、2割8分2厘、58安打、うん、14だでホームラン3本、サヨナラもね、うん、連夜で打ってたし、はい、見てこの成績。でもこんだけ結構3、4人安定してる成績残せてる人がいるチームって、うん、意外とないんですよね。ないよ、見て第1回目のロッテ、うん、2位やけど、はい、成績あんまり誰もパッとせんな。え、だって2割後半打ってる人ほぼいなかったですよね。だってあのチーム首位打者2割4分3厘のポランコだから。そうですよね、うん、これで点が入らへんねんで、はい、ここなんでですか。まずあのバントができてないよね。そうですね、うん、で走ってチャンス潰してるよね、うん、で3塁の時に犠牲ぐらい打ててないよね、はい、だから要は安打っていうのが なかった時にも、うん、点を取る野球ができてないんだよ、はい、だから要はノーヒットで点を取る野球ができない、うん、ドラゴンズ。でも逆に言ったらロッテは、うん、ノーヒットで点取るから、うん、阪神もそうじゃん、はい、近本がフォアボール選んで出ました、
盗塁しました、うん、中野が進塁打でセカンドゴロ打ちました、はいうん、森下犠牲フライ1点、うん、確かに、うん、だからでロッテだって、ねはい、言ったけども、うん、誰かがフォアボール選びました、うん、ダイソー和田出てきます、うん、盗塁します、はい、バントします、うん、内野ゴロ1点だから、うん、ギャンブルスタートで、うん、だから要はやっぱり上位に行くチームっていうのは、はい、ノーヒットでも1点取る術があると、うん、負けたの時にもしくは調子悪くても勝てるチャンスが生まれるね、うん、でも俺は1年間見てきてドラゴンズはノーヒットで点が取れる野球がない。だから結局 1,2 番出るけどクリーンナップが打たないと点取れないから、うん、石川とか細川が打った時って勝つ。でもそこが打てなかったら、はい、もう得点源はこの1番からこの5番までしかないんだよ、はい、大げさに言うと、うん、でそれが宇佐美も入ってきて下位打線がちょっと厚くなったり、うん、でも宇佐美も、ね、クリーンアップ打ったりした時もあったから、うん、なるけどもこの1番から5番までしかないから、うん、この岡林と大島がどんだけ連動するかもしくはノーアウトで回ってくるか、うん、でそれによってクリーンアップが打てるかどうかがこのパッケージしかないんだよ、うん、だから得点機会が少ないのとその引き出しが少ない。だからこう下位打線の人たちも、まあ、せめてフォアボールをたくさん選ぶとか、そしてバントしっかりで、ね、ピッチャーも含めてバントしっかりやるとか、うんはい、もしくはもう途中から劣勢になってダイソー出てきて盗塁で絡めて、うん、そのねいやー出てきたみたいな、うん、イエーなーみたいな感じにしていって足で1点取るとかっていうところのその得点パターンの引き出しがなさすぎる、うん、その中で全体としての成績が低いから、うん、それはなかなか難しいよ。いやそりゃそうですよね、うん、だってフォアボールが阪神と200個違って、うん、でバントも少ないし成功率も低くて盗塁も成功率低いんですもんね、うんうん、でこれ見たら打ってるやついっぱいいるわけじゃん。います。だからなんでこれでチーム成績あんななのってなるから、うんうん、なんでこの、ね、代表に行くような選手たちもいるわけじゃん、はいね、しかも24本でしょ、うん、細川ポランコとホームラン王と変わらないからね。いやそパリーグのホームラン王がそのぐらいですからね、うん、ってなった時に、うん、もっとこっからの個々の能力を上げるのももちろん大事だけども、はいうん、それってなかなか難しいやん、うん、明確にどれだけやったら上がるか分かんないから、はいまあ、でもそこは目指さなきゃいけない。目指すのは当たり前だけどももっと得点パターンの引き出しを作るために、うん、細かいところをちゃんとできる野球しないといけない、うん、でそれをするだけで順位が1個でも2個でも俺はすぐ上がるんちゃうかと思ってる。この戦力があれば、はい、だからもっと送りバントをピッチャーも含めてちゃんと練習して確実にできるようにすること、うんはい、で足のスペシャリストをもっと育成するか、うんはい、それに合わせてもうドラフト終わっちゃったけど、うん、取ってくる、はい、トレードでも何でもいいから、うん加藤とか俊たちはもう足のスペシャリストじゃないから、はい、早いよ、うん、早いけど別にいつでも盗塁してください刺しますからみたいな感じになるから、はい、イエーな感じはないわけよ、うん、でこれがまあ田中美希也がどうなるのかなっていうところはあるけどもね、うん、足で言うと、はい、そのダイソー一発っていう選手が欲しいよね、うん、要はドラゴンズは代打成績もそうだったけど、うん、途中から行く選手の怖さゼロ、うん、もう本当に今年、うん中田翔選手入りますよ。そうなのよ、うん、帰ってきたじゃん、はい、これがまた、はい、バンザーになるやん、うん、でもねもう俺はもう客観的な判断だけど、うん、中田翔もう下り坂だよね。まあまあまあベテランではありますよね。こっから上がっていくってないじゃん、うんうんうん、正直ね。それみんなそうなるよ、うん、下りに入ってるわけじゃん、はい、ってなった時に広いバンテリンドームになりました、うんうん、どこまで打てるかは未知数だよね。まあ、分かんない、やってみないと分かんない、ねうん、であとやっぱり怪我のリスクもあるから、うん、そう体調面コンディショニング面っていうところも含めて未知数だから、うん、いないよりいた方がいい。これはもう絶対、はいうん、いないよりいた方がいいし、なかなかドラゴンズに入って戦力が上がる、うんね、打撃成績が上がることも期待できるけども、うん、過度な期待は禁物だね、うん、そんな中田入ったホームラン30発で打点80いけるっしょはないよね、うん、正直。なるほど、そうですね、うん、ってなった時に次問題くるのが、うんはい、中田ビシエド中地問題っていう。もうファーストしか守られへんで、はい、全員、うん、中田を出すってことはもうビシエドが代打ですかっていう。そうですね、 DH ないからな。ビシエド代打怖さないな、うん正直ないか。でこの中田ビシエド中地がもし3人1軍にいたら、うん、多分ドラゴンズ相当弱いと思う。いやそれなぜならね、はい、他のポジションに守備固め、うん、もしくは代打がいらないんだったらいいけども、うん、もし他のポジションのところに、うん、じゃあショートリュークとか出てましたと、うん、チャンスできて打てないから代打いきます、はい、じゃあ中地かビシエドが代打いきました、はい、でも守れないから次の守備要員いるから、うん、この1人に対して2人いるのよ、うん、その中で2人も代打専門がいるから、はい、でキャッチャーもいるでしょ、うん、
ってなった時にどうする問題起きるから、そうか、代打で出てファーストしか守れないから、うん、またこう人がいるようになっちゃう、そうそうそう、1人に対して2人いるようになってくるから、うん、もちろんピッチャーに行く代打だけだったらいいけども、うん、組み合わせもピッチャー回ってくるから、じゃあここに野手入れてピッチャーをじゃあ3番に入れてとかもあるやん、うん、そういったところも守備がファーストしかできないやつが3人いると途中から行く選手たちのマネージメントが難しい、うん、だからこの3人が1軍で連打が、俺はジャイアンツの時に、はい、中田、中地、マッチが全員1軍にいたら俺はジャイアンツ弱いって言ってた、うん、と一緒で、うん、ちょっとキャラかぶりすぎるから、うん、2人までだったらいいけど、うん、3人はいらないって考えた時に、うん、これどうするんだろうっていうね、はい、まあ、もちろん代打成績がドラゴンで低いから、うん、中地とか入れて代打成績、特に右の代打がいないから、はい、そこを厚めにしようっていうところは、うん、戦略としてはめっちゃいいことだと思うけども、うん、ここがどういう布陣でいくのかがねちょっと難しいっていうところと、はい、まだ二遊間も固まってないし、ね、そうですね、うん、今年ルーキーも2位3位で取ってますから、うん、で石川、うん、怪我しないで1年間持つんですよねっていうね、うん、結局蓋開けてみたら宇佐美のファーストが一番いいとかありえるからね、はい、そこら辺どうなのかっていう、うん、まあ、シーズン始まってみないとね、分かんないけども、どういう面まで来るか分かんないけど、だから俺はそれも打つ打たないとかよりも、うん、バンと、はい、あとフォアボール、うん、で盗塁、うん、ヒットでも1点取る戦略、うん、こういったところをもうちょっとしっかり練習して身につけることで、うん、一気に1個でも2個でも減るから、あれすればいいんじゃないですか、今年阪神ってフォアボール査定に入れますって言って大きく打ち出したじゃないですか、うん、それやればいいんじゃないですか、あの査定に入れるっていうだけで、はい、フォアボール選べれるほど甘くないから、え、でもそれすごい増えましたよね、阪神フォアボール査定に入れますって言って、今年増えたじゃないですか、増えたからクローズアップされるだけで、はい、そんなこと言ってるところいっぱいあるけども、はい、それで、ね、簡単に増えるんだったら、あ、そうなんですか、だってもうちょっとフォアボール選ぼうって言うけどもそんな簡単に選べないから、まあ、選べたら選ぼうとみんな思ってますもんね、うん、うん、そもそも、はい、だからそこよ、選べれるやつって、はい、そこそこ打ってないやつ選べないからね、あ、だって打てないってことはボール球振ってるってことだから、そういうことか、うん、でそれを見極めろってなった時に、うん、はい、ストライクゾーンも見逃す可能性あるから、そうですね、うん、そうか、選球眼がいいからまあ打てるし、選球眼いいからフォアボールも選べるわけですね、うん、そう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 、でそれがあんまりじゃあ積極的にいかないでもうちょっとゆっくりしようかなでいいけど、うん、打てない選手は積極的にいかないとどんどん打てなくなるから、そっか、で、あとは追い込まれても、うん、ね、近本、中野とか追い込まれても反対方向、うん、だから岡林とか大島がフォアボールを減らすのは、はい、結構可能性は高いけども、うん、じゃあ細川とか鵜飼、うん、とか、うん、が増やすのは、はい、なかなか難しいと思うよ、だからリュークとかが増やしていかなきゃいけないと思う、打てないんだからね、うん、だから増やさなきゃいけないのはリュークとか、はい、あとは石川、細川とかが際どいところをね、結構調子悪くなったら、うん、低めの変化球ブルンブルン振り出すから、はい、だからそこを見逃せるように、でもそれって簡単じゃないからね、うん、まあ、そりゃそうですよ、言うのは簡単なんですよね、うん、フォアボール増やしたらって、フォアボール増やして200個そんな簡単に増えないからね、200って200本ヒット違うってことですからね、うん、だからやっぱそこをどうにかしてね、うん、まあ、難しいけどそれを習得していくとね、うん、中日の順位は1個でも2個でもすぐ上がると思うから、うん、能力上げるっていうね、もう俺はそこが大事なんちゃうかって思うね、うん、来季頑張ってほしいなねえ、うん、まあどうなるのかっていうところはね、はい、片子さんも一軍行くからね、そうですね、あ、うん、だからもう片子さんのせいなのかな、誰だったら、いやいや、そうなのかみんなのせい、もし勝てなかったらね、うん、ということがね、はい、来季に向けての課題だと思います。